4月1日生放送の音楽番組 CDTV ライブライブ TBSK が放送された同番組では n ーア i ーーと現役級ジャニーズの7人組グループトラビスジャパンが初共演生放送での2組の「生絡みは」は大いに注目を集めた n ーア i ーーは平野翔さん27岸優太さん28神宮寺優太さん 26の3人が23年5月にキングプリンスを脱退し、滝沢襲名誌42のエンターテインメント会社、トベで10月に再デビューした、やめじゃにのグループ。ジャニーズ事務所が崩壊し、忖度が消滅したことで、現役の旧ジャニーズのトラジャとも地上波テレビで共演できるようになったその点も、放送前から注目されていましたね。女性 CDTV で特に注目を集めたのが曲準備中のアピールだったナンンバーアンダーアダーアイの楽曲「GO トにはつり革をつかんで揺れるような振り付けトラジャの楽曲「TGIFRIDAYNIGHT」には酒で乾杯をするような振り付けがあるのだがまずトラジャが曲披露の前に「TGI と GO トの振り付けを混ぜたような動きをしその後ナンンバーアンダーアダーアイが曲を披露した際は 乾杯するジェスチャーをして、お返し、したのである。そして、ナンバーアンダーバーアイのパフォーマンス終了後にトラジャは拍手喝采。それにナンバーアンダーバーアイは笑顔で応えたのだった。ナンバーアンダーバーアイとトラジャは、絆が非常に強いことで有名です。平野さんたちがキンプリとして最後に稼働したのは23年5月20日放送の生番組、「レニュ1 0 1 n h k でしたが、 トラジャが激励のために楽屋を訪れて両グループの公式 sns に記念写真を掲載したこともありますトラジャメンバーの中村海人さん26は平野さんと神宮寺さんの対象を受けて公式ブログに神宮寺は中学時代から